ネオチャンネル。はい、15番370ヤード。右は崖、左はセーフ。はい、左サイドのラフ、残りが127ヤード、9番に行きます。はい、フェアウェイ、35ヤード。やだ、そこです。はい、16番311ヤード短いパー4、もうドライバーできます。両サイドフェース。真ん中ぐらいでしょう。はい、右サイドのラス、残りが60ヤード、50度。手前、花道。はい、花道から残りが25ヤード。奥に下ってます。すげえグリーン。あー、これでも右にボッケいくが無理やろ。はい、ピン右奥。上りのちょいすらするかなぐらい。おお、よっしゃー、ナイス。はい、来た。あーです。よっしゃ、ここストレートだったら。はい、17番ピンまで122ヤード9番アイアンでいきます。
い感じ。ほらピンクだぜ。カモン。うわお。手前。手前のラフぐらいです。右手前のフェアウェイでした。サンドウェッジ50ヤードぐらい。だった手前ラフ10ヤード。手前に乗りました。乗ってないから。こんな感じです。弟のめっちゃ1点ちょっとのかなりバーディーチャンス。自分は奥ですね。前のカラーから。距離感いませんね。ピン奥7メートル。左のフライ。おいおい、奥から1.5メートル。フックするよな。トリプル？バディー、やりましたね。やりましたね。最高ですね。はい、ピン右手前 1.2 メートル。上りのちょいフック。ここで通行のスリーパットボギー、今日初。はい、ラストホール18番480ヤードパー5。もうまっすぐフェアウェイ方向。はい、フェアウェイど真ん中、残りがピンまで200ヤード。3番ウッドで行ってみます。ちょっと手前だとは思うけど。はい、グリーン手前のラフ残り15ヤード。
弱かった。もう最悪や。はい、ピン手前のカラー。3メートル。ダイヤの重りの遠いくら。なんかよ。わあ、マジか。そうか。ここやったな。何個ですか。はい、終わりました。三日月難しかった。結局自分37、後半45、82点。弟は前半42、後半が44の86です。はい、はい、前半53、後半がもうパットが入らんで57です。109です。はい、で結果でした。はい、ということで早朝終わりました。実はこの後もう一ホール2ラウンド目この後行きますのでそちらの模様もお届けしたいと思いますのでお楽しみに。それではさようなら。一日2ラウンドということで三日月カントリークラブでの運動が染め上がらないまま徐行した3人だったが、都合のハードスケジュールに苦戦する。このコースはプロの試合も開催されるコースということで楽しみにしていたが、深いラフのセッティングに思うようなゴルフができずにいた。雨も降る中のラウンドとなるか、まずまずのゴルフをすることができるのだろうか。次回ジョイックスゴルフクラブ光月コース、お楽しみにね。チャンネル登録よろしくお願いします。パッパパ。